に戻ってないんですか。皆さんごきげんよう。最近、モンポは使ったかしら。インキャラが追加されましたよね。7コンボで1万倍の化け物か。よ、オラ。俺が化け物？違う。俺は悪魔だ。まあ確かに、倍率だけ見たらかなり強いわね。今回は、さっき爆発した方を買う動画ですか？いいえ、買うのはこっちよ。え？なんで今さら、12月クエストの素材消化も兼ねているし、他に使い道もアメンくらいしかなかったからね。モンポの無駄遣いだ。まあまあ、いいじゃないの。まだまだモンポあるんだし、さすがお嬢様、無駄遣いには慣れてらっしゃる。それほどでもないわ。慣れてないです。それじゃあ、早速進化素材を受け取っていきましょう。素材はメールで届いているから、開封して、進化ボタンを押すだけの簡単なお仕事よ。これで初代のモンポドラゴンはコンプですね。上覚醒も増えたことですし、無駄にはならないですね。育成が終わったらアメンも買っちゃいましょう。まだ買うんですか？まるでうつ虫の買いも。本。あれ？私の家系が、新しいのしよっかしらね。絶対おかしいですって。まあ、こんな感じでシバドラが進化したわね。私の家系。素材も揃ったし、上級曲進化させましょうか。一度きりチャレンジで溜まったセカドラが3体もいたのは秘密よ。そんなにいたんですか。まあでも、一度きりチャレンジのような難易度のダンジョンか、やっていて楽しいからね。今月のキャルダンジュは悪意の塊。闇メタタマドラの後にアルテミスはやってはいけないでしょう。確かに回復なしであのメンツはきつすぎますね。昔、カグツキの後にベルゼブブを持ってこられたのはイラッとしたけど、今回は久しぶりにあれを超えたわね。この私とのあろうものが、久しぶりにイライラしてきましたよ。ほっほっほ、そろそろキャラと家系を変えるのはやめませんか。痛い目に合わせてあげなさい。どれも買えないで。さて、2体とも超究極進化まで終わったということで、あとは育成していくだけですね。オペドラの2体目を買いましょうか。え？本当に買うんですか？もちろんですわ。覚醒無効を使ってくる敵は増えていってるし、ベースとしても優秀ですもの。超覚醒で使い分けもできるし、いいと思わなくって？まあ確かにそうですね。サブで使えるキャラは、長く使えるので、なくはないと思いますが、でも、高層型はもう持っているので、弾力型を作るんですよね。覚醒が優秀とは思えませんか？何を言っているの？高層型を2体に決まっているわよ。ですよね。これで邪魔者が勝たず。ボックスがスッキリしたわね。邪魔者？なんでもないわ。進化させましょう。このお姉ちゃん怖い。悪魔だ。吸血鬼よ。そうでした。Wishing for your happinessto stop